マッチングアプリで出会い中してみた、やっていきたいと思います。で今回は生放送今やってるんですけど、後で動画になるかもしれません、わかんないんですけど。でこのアプリじゃないや、このゲームはマッチングアプリで出会い中してみたっていうことなんですけど、なんか概要を見ると陰キャ大学生の主人公が、人生初の彼女を作るためにマッチングアプリマリーズを始めたと。で無料期間の7日間の間に頑張って彼女を見つけようっていう話になっております。でなんかいろんなマルチエンディングみたいなエンディングがいくつかあるみたいで、5個かなあるんですけど、今日はその1個目やろうかなと思います。なんかまあまあその1個のエンディングまでやろうかなと思っております。というわけで新規登録はこちらということでやっていきましょう。このゲームには性的な描写が一切含まれておりません。お詫びとしてホラー要素の強いルートを一つだけ用意しました。どうしても苦手な方はそのキャラクターのみ攻略を避けてくださいと。お名前を入力してください。名前以外の項目は入力不要と。登録かな違う、決定か。はい、よろしいです。デイワン月曜日、よし、努力完了と。実はやったことないんですよね、マッチングアプリ。なんかね、最近友達が結構、で、やってる人いるんですけど、なんかね、無理なんだよな。俺は表示された画面を眺めながら一人つぶやいた。恋活アプリ、マリーズ。今流行りのマッチングアプリというやつである。なんかすげえいい部屋に住んでんな。お、イラスト屋さん。マッチングアプリとは、恋愛や結婚などの男女の出会いを目的に作られたアプリのことだ。まずはスマホにアプリをダウンロードして、自分の名前や顔写真、簡単なプロフィールを登録する。そしてマッチングした異性の会話と、異性の会員とチャットで会話を重ね、仲良くなったら実際に会ってデートをする。簡単に言うと、そういうシステムのものらしい。一昔前は出会い系なんて呼ばれて危険なイメージが強かったが、最近の若者はもっと気軽に恋人探しの手段の一つとしてマッチングアプリを使っているようだ。なんか昔はなんか、うん、確かになんか危ないみたいなイメージあったけど、なんか最近はなんかあれだよね、20代は何人に1人は使ってるみたいな、なんか CM でやってるよね。 CM っていうか広告でやってるけど、あれ本当なんかな、わかんない。ある調査によると恋人が欲しいと答えた20から39歳の未婚男女のうち約 20%、 5人に1人がマッチングアプリを利用した経験があるという結果が出ている。まあ最近、まああれあれだもんね、なんだろう、コロナ関係でまあ出会いが減ったみたいな感じなのかな、そういうあれなのかもしれない、原因があるのかもしれない。正直俺自身はネットで知り合った素性のわからない人と会うことに抵抗がある。私も抵抗ありますね、全然知らない人無理だな。今ゲームやる人も大体リア友なんですよね。出会い系とマッチングアプリは厳密に言うと違うらしいが、俺からしたら似たようなものだ。違うんだ。相手がどんな人かわからない。悪意を持った恐ろしい人間かもしれないのに、会うなんて怖すぎる。それに自分の顔写真をネット上に公開して全世界にさらすのも嫌だ。そうなんだ。なんか最近なんかあれだよね、顔写真さらしてる人結構多い気がする。もし誰かに保存されて悪用されたり、コラ画像に使われたらなんて考えると、ゾーッとする。まあコラ画像にしたくなるほど面白い顔はしてないと思うが、これでもさ、自分の顔をなんかなりすましで使われるとかはあると思うけどね。そんな俺がどうしてマッチングアプリを始めたのか、話は今日のお昼に遡る。都内某大学。ここは授業なのでしっかり晩酌しとこうね。
では、レジュメの3ページ目を開いてもらって。時刻はもうすぐ昼の12時。2限の講義は100人ほど収容できる大教室で行われていた。大学2年生の俺、マッキーはいつものように、机にノートを広げ、教授の言葉を書き写していた。高校までとは比べ物にならない、広々とした教室。マイクを通して拡散されずる穏やかな教授の声。いつも通りの光景だからこそ、いつもとは違う異物が先ほどから気になって仕方がない。斜め前に座っている赤髪の男とアヒル口の女。先ほどからずっとこそこそ話をしたり、イチャついたりしている。はぁ、こういうやついるんだよな、大学に。あ、もういかにも。ねえねえ、今日私いつもと違くない？わかる？なんだろう、なんかいつもより可愛くね？でしょ、いつもと前髪の巻き方変えてみたの。さすが私のカーリピ、さあ、天才。やばいよ、こんな人無理だ。でん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 。ふざけやがって。大学はお前らが一着つく場所じゃねえ。講義を受け受ける気がないなら、邪魔だから帰るや。本当だよ。帰れ帰れ。そんなことを思いながらバカップルを眺めて、睨みつけていると女の方が、俺の視線に気づいた。ねえ、ハック、なんかあいつ、私のことめちゃ見てくるんだけど、怖い。見てねっす。マジかよ、おい、お前。赤髪の男がこちらを振り向いて、思いっきりガウン飛ばしてくる。ティアラがビ、ティアラって名前なの？やばすぎるだろ。キラキラネームですね。ティアラか。そっか。やばすぎるがないが、やべすぎるって言っちゃダメだね。ティアラが美人だからって勝手にジロジロ見てんじゃねえよ。てん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 。はぁ？別にそれで見えてたんじゃねえよ。こんな女全然タイプじゃねえし。これ言ったの？俺一応陰キャだからそんな喋れないよ、こんな変なやつと。ていうかお前何なんだよ、そのバカみたいに奇抜な赤髪は YouTuber 気取りかよ。え？あ、赤髪の YouTuber。 あ、なるほど、そういう感じ。あー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 あああ、なるほど。すいません、ごめんなさい。俺はただうつむいて小さくそう返していた。男はその様子を、見て満足したのか、また二人だけの世界に戻っていった。ティアラさん、そんな方から出世したセクシーな服着るなよ。でもこれは自分のためっていうか、あれだよね、女性がこの男に見せるためにやってるわけで、別に他の男に見せるために買ったわけで、その着てきたわけじゃないっていう感じだと思うんだけどな。だから、ああいうオタクっぽい男に狙われるんだって。あっくん、マジウケる。確かに見た目、いかにも陰キャっぽいし、彼女とか、絶対いなそうだよね。あははは、これ。ててて。くそ、俺は真面目に授業受けてただけなのに、なんで悪の他人にそんなこと言われなきゃいけないんだ。今に見てろ、俺だって。そういう経緯か。俺だって彼女ぐらいすぐ作ってやるからな。そういうもんじゃないんだよな。作ってやるとかそういうもんじゃない。こうして今に至る。彼女なんて大学生になれば自然とできるものだと思っていたが、現実はそんなに甘くないらしい。それは自分から行かないとね、無理だよ、あんなの。大学に入学してからすでに1年経過したが、彼女どころか男友達すら一人もできなかった。それは辛い。だからもう不本意だが、マッチングアプリにでも頼るしかないのだ。ちょうど今マリーズというアプリが7日間無料キャンペーンをやっているというのも都合が良かった。7日もあればなんとか10人くらい、いや1日2人で計算したら14人くらいは会えるかもしれない。え、そんな、なんかスパスパ会えるもんじゃないでしょ。だって結構やりとりしないとさ、会おうとか思わなくない？そもそも。
なんか、よくない、よくないぞ。想像するだけでニヤニヤが止まらない。改めてスマホの画面を、画面に目を落とす。まずはチュートリアルだな。恋活アプリマリーズへようこそ。早速実際の利用者の声をチェック。運命の人に出会いました。内気で女性とうまく話せる、彼女いない歴イコール年齢でしたが、マリーズのおかげで彼女を作ることができました。彼女とは博物館巡りという共通の趣味があったので、すぐに意気投合し、週末は博物館デートがすっかり定番になっています。すでにお互いの両親にも挨拶済みで来年入籍予定です。ありがとう。マリーズのおかげで美女にモテまくり、今まで冴えない人生を送ってきたけど、マリーズを始めて女性とデートを重ねるうちに自分に自信がつき、どんどんモテるように。会社でもピチピチの新人ちゃんや美人な同僚、挙句の果てに美魔女の社長の奥さんにまで誘惑されちゃう日々。仕事もうまくいく、ダントツトップです。早速マリーズを始めよう。マッチングまでの簡単4ステップ。自分のプロフィールを登録、条件を入力して会員検索、異常値、趣味、年齢、身長、気になる人にいいねを押す。相手からもいいねがされたらマッチング成立。あ、これね、なんかね、俺もこれ最近知ったんだけど、なんかこの自分がいいねするじゃん、で相手にそのいいねが送られたっていうのは分かんないで、で相手が自分のプロフィール画面を見ていいねをしてきたらちょうどマッチングするらしいよね。で課金していったら、なんかその自分にいいねを送ってくれてる人のいいねしてくれてる人っていうのが可視化できるようになるらしい、課金をすると。なんかそういう仕組みらしいですよ。さあ今すぐ始めてみようと。プロフィール画像の登録か、使えそうな写真あったかな。そう思いスマホの写真フォルダを開いてみる。ダメだ、ソシャゲのスクショとラーメンの写真しかない。仕方ない、今から適当に自撮りするか。カメラを起動してっと。なんか微妙。風呂場の鏡で見る俺はもう少しイケメンな気がするけど俺って写真写りが悪いタイプなのかな。ま、とりあえずこれでいいや。そのまま写真をアップロードしようとしてふと思いとどまった。そういえば少し前、女子高生の間でスノーという画像加工アプリが流行っていた気がする。あ、スノー使ったことないな。あれなんか犬みたいな、犬みたいな、なんか顔にできる犬みたいな顔、なんだろう、よくわかんないけど、そのアプリを使って顔写真を加工すると自動で目が大きくなったり輪郭が細くなる、補正がかかって漏れるらしいと。どうしよう、プロフィール写真って加工とかした方がいいのかな。加工してもいいんじゃないですか。した方がいい、あーでもして、なんか会った時、実際と違うね。あ、でもそういうもんか。そういうもんだよね。実際と違うよねっていうもんだよね。加工するか。せっかくだし、加工してみるか。写真の印象は大事だもんな。スノーのアプリをダウンロードしてっと。スノー。いや、うっさ耳とか、いや、そういうのはちょっと違うと思いますけど、自撮りで、それはちょっと、やばすぎるんじゃないですか？これは JK がハマる気持ちもわかるかも。試しに猫耳つけてみるか。いや、それはもう人間じゃない。おお、なんか漏れてる気がする。猫耳の可愛いし、これは女子受け間違いなしだな。それは、いや、ダメだ。この写真はダメだよ。俺のことをちゃんと知ってほしいし、できるだけ細かく書いた方がいいよな。いや、細かくね、書かない方がいいと思う。なんか、そんななんか、良くないと思うよ。
暇なのでアプリ始めました。ぶっちゃけ使い方まだよくわかってません。わら。一応都内のそこそこ有名な大学に通ってます。性格は優しい、真面目とよく言われますが、自分ではクールな一匹狼だと思ってる。やばいっすね、それ。自分で言っちゃうタイプか。新アニメ。大好きで、ソシャゲ、ハイク金勢。FCO、アイドルマスターズが激アツ。よろしく、異性のタイプ。黒髪で清楚な優しい子。チャラい子。厚化粧の子は NG。ただし、オタクに優しいギャルはか。チャラい子、厚化粧の子は NG ね。女性に不慣れなので、積極的にリードしてくれる子が希望です。いやいやいや、そういうもん、そう、このタイプはすごい。なんだろう。そんな条件の人いないだろう。いい感じのプロフィールができたぞ。完璧だ。次は女性会員の中から気になる人を探していいねを押して、てん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 。でもな、自分からガツガツ行くのって必死な感じがしてダサいよな。そんなこと言ってらんねえだろ。よし、今日はもう寝るか。明日の朝になったらいっぱい女の子からいいね来てるだろうし、その中から気になる子を選べばいいや。おやすみー。これからどんな女の子とマッチングできるのだろう。なんか今、イントネーションおかしかった。期待に胸を膨らませながら、俺は眠りについた。